はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、今回の動画はキラメイちゃんの感想になります。キラメイちゃんの感想ですからね。鼻かゆくて今書いちゃったのでごめんなさい、聞き取れなかったのがかな。まあ16話、マシュマロ戦争。高道さん、あんな過去あるとは思いませんでしたね。で、17話。何があったっけ ?17 話、もう忘れてるね。ダメだ。さっきもあの、01での話でもしましたけど。うっぷ主さん、投稿すっかりサボってたからね。ごめんなさい、忘れてました。17を、あ、そうか、あの、高道さんがなんで宝をね、探してるかの回だったね、そういえば。そうだそうだ。その理由も含めてはっきりな18段なんだよ。そうだそうだ。なんか出てこない、出てくるものと出てこない色だけど、ごめんね。で、18話が一回闇落ちするという。その後に自動があれしちゃうんだけどね。まあ、突っ込まれるかいっていう話だけどね。まあ、そんな話はいいんだわ。そういう話をしているんじゃなくて。で、今日の放送分が、マシンと入れ替わっちゃうっていう回なんですけど、まあ、うくんしさん的にはね、あの、前回の、あの、前回の放送分から見てたらさ、おいおい、待て待ていいと思った作品がある。あの、今回のテーマって、一応、相棒っていう名のテーマなんですが、このテーマがすげえなと思う。あの、同じテレビ局のあれを模してるとは思え。でも前回の放送で思ってたら今回入れ替わるっていう。なんか昔他の戦隊も入れ替わったような気がするんだけど、うっぷ主さんの記憶はないぞいという、そんな感じの回でした。いやー、これからね、キラメイちゃんどうなるんですかね。キラメイちゃんもだけど、俺は01の方がもっと危険な感じもしますけど、一応感想動画的な話は終わる。ここまでに、実はですね、この動画を実は撮ってるっていうことは、再度撮り直してるんですよ。なので、言ってることが違ったりします、実は。まあ、それはいいんですが。あと、ちらーっと実は最初撮った時のスキンと実は入れ替えてたりね。もう何のスキンか一瞬見えたような気がしますけど、当ててください。ということで終わりますが、ここでですね、連絡的な話をします。さっきあの投稿一時期できなかった分のやつを今回あの投稿させてもらってるんですが、こう3話連続で投稿しなかったり、ちょっと自分の体調も合ってたねということに、まあ差し替えてっていう説明させていただきますが、まあ、その放送日7月26日の放送分だけ当日にですね、自分が高熱を出したっていう話をさせてくださいね、ここで。あの、なんで投稿しなかったのっていう理由にもつながるんで。まあ、ちょっととある
ところにいてでですね、あ、見れなかったと。あ、それは仕方ないんですよ。奥西さん緊急事態があったからね。まあそれはいいんですよ。その後高熱出たっていう話嫌になっちゃう本当に。だからちょっとそういう経緯があったため、動画のもうちょっとお休みしてた感じですね。なので今回の動画、あのポケモンも含めてあと上がりますけど、リハビリ動画だと思っててください。ではこの話は終わりにしたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などなどよろしくお願いします。また次の動画で、というか次のポケモンの解説の動画で会いましょう。さようなら。